日本関東地方千葉県船橋市、薬園台薬園台は千葉県船橋市にある地名。本校では関連地名の薬園台町についても合わせて記述する。現行行政地名は薬園台が薬園台1丁目から6丁目、薬園台町が薬園台町1丁目のみ。郵便番号は薬園台が274-0077。 薬園大長が274-0076。薬園大の地名は、江戸時代に小石川の薬草園がこの地に作られたことに由来している。薬草園では主に、朝鮮人参などの漢方薬の栽培が行われていた。この薬草園は、江戸幕府の命を受けた、幕府五石並みの庭聖白と同行した、日本橋の薬種賞、桐山太志江門によって設立されたことから、 地元ではこの地域一帯を別名静白神殿と呼ぶ時もあり、戦前の地図にもその名称を見ることができる。また、薬園大公民館の近くにはこれを記念する、静白公園という名称の公園もある。1889年の町村静止工事には、千葉郡二宮町大和座薬園大となった。二宮町は1953年、船橋市に編入され、当地は、 船橋市大技薬園台となる。1955年、船橋市の郊外地区の大技はすべて町に変更され、当地は薬園台長1.2丁目となった。1973年の住居表示実施時に地名表記が薬園台に変更され、薬園台1から5丁目となった。1988年には薬園台6丁目が成立し、現在に至る。 現在では神経聖線薬園台駅や千葉県立薬園台高等学校の名称などに旧地名の名残がある。また、同地域には明治天皇にゆかりのある空挺館と呼ばれる古い西洋館や奈良市の地名発祥の史跡が残されている。なお、1955年成立の薬園台長1.2丁目のうち2丁目は1978年に消滅したが、 薬園台町一丁目は一部が住居表示未知地区として残存している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば薬園台後の14の19の地点で16万円平方メートルとなっている。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 薬園台町一丁目は、薬園台一から六丁目の住居表示実施後、水市地区として残された小区域で薬園台一丁目の南に位置する。町域が狭いため特筆すべき施設、公園等はなく、住宅地が広がるのみである。ありがとうございます。